総合会体育館でございましてですね、ここはジムも含めて感染症対策というかね、換算にせなあかんということで、こっち側にこうジムのやつ出してですね、こっち側ではヨガのやつ、こっち側の部屋使ってやってますね。で、それを報告しに来たわけじゃないんですよ。実はですね、今テレビであれをやってますね、中んばの入婚式のやつね。まあ、ほんで俺にやらんかいというようなことを言ってくる人もおるんですけども、まあ、人の手垢がついたもんをやるということはですね、私もまあ味付けをいろいろやるんであればですよ、考えなあかんということで、まあ、あれについてはまたやるかも分かりませんけども、ちなみに言うときますけど、あの入婚式1回だけをみんな取り上げてますけど、3回やってますからね。1回目あれテレビでやってる、2回目です。で、次にさらに3回目が待っております。で、それからやるんやったらやっぱ3回ともやらんとダメなんじゃないですか。で、それに絡めてやらなあかんのは、もちろん公平がですね、去年の8月の時点でだんじり会館を使って記者会見やって、今年はやめときますということをわざわざ言うわけですね。 C なんか何の関係もないからね。 C が祭りやれとかやるなとか、そんなことを言う権限なんか何もないですから。で、それのね、シャシャリ出てきて備えして言うてですよ。で、結局去年の祭りもあれみんなやめてると思ってるんちゃいますか。4丁出してますからね。それは、小屋を開けて太鼓叩いてたっていうレベルちゃいますよ。まあ、そういうとこ見れたらもっと数は増えますけども、走らしてますからね。だからそんなことも含めてやりたいんであればですよ、それも全部報道した方がいいんじゃないのという話ですね。だから総合体育館なんですけども、実は4月25日日曜日にですね、ここで空手の大会をやるということなんです。で、保護者の方から言うてきてね、なんとか止めてくれって言うわけですよ。知らんがなと。で、C が主催してんねやったらやめんかいってそれは言いますよ。そやけども、民間のとこが C の施設借りてやるもんをですよ、誰に何言えちゅうねんと。で、出てくるのはもちろん子供さんが出てくるわけですから、保護者としてやめさせたいんであれば、ほんなら自分のところの子供出えへんかったらええんちゃうんかと。それが世界一自己責任の大好きな日本人のですね、このマナーというかルールというかね、自粛警察とかみんな大好きでしょ。あの大嫌いなんだけど、公益のことを常に言わずにですよ、私的なことで問題を矮小化してきておるにもかかわらずですよ、何かあった時には公の責任を問うというのはもう頭大丈夫かというふうに思わんでもないんだけども。でですね、ここで岸和田に本部がある道場がここで試合をやるんです。で、その規模がですね、出場者が337名で、保護者がいてますね、もちろん子どもさんやから、これ人数制限ございません。ということは、まあ、家族総出で来てもいいわけですよね。で、スタッフを含めたら、まあ、1000人は超えるだろうというふうに見込まれております。ところが、まあ、市に対しては、まあ、1000人もいかへんでということで、300人ぐらいやということを、まあ、出場選手がね、まあ、それでも337名ということは、まあ、超えてんだけど、それを伝えてはるようです。で、緊急事態宣言が出ますよね。で、出るとしてもですね、土曜日ぐらいから出るんかな、金曜から出るか土曜から出るんでしょ。で、そこから出ても、そこから風やしは対策を練るわけですから、直ちに体育館の使用を差し止めるということにはならないというふうに考えております。もちろんここを使用差し止めになれば大会はなくなるわけですけども、それを狙ってかどうか分かりませんけども、役場の方、またこの総合体育館の方にもやめさせてくれというようなね、電話が、これは今大会だけではなくてですね、今までもあったっていうんですけども、それはでも C の人は私みたいにね、やめてくれというか、自分らが出るのを止め出たくないっていうようなね、そんな話あるんやったら自分らが勝手に出んかったらええだけの話で、中で話せよという話ですよ、主催者とね。で、それなんで他人に頼るんかということがもう意味がわからんわけですけども、で、まあ維新絡みの問題で言えばですね、これ遠藤さん、ここ衆議院議員ですよね。遠藤さんは国会の質問で4月の23日ですね、西村経産大臣に対してロックダウン全開というようなことをおっしゃられたというような話も聞いております。片やロックダウンって言ってるんですよ。
で、もう片や岸和田の市長はどこの市長ですかね、いい市の会ですよね。で、そこではですね、健全な子どもたちの育成をとかね、うんぬんかんぬんってまあ言うわけでしょ。せやけども、それよりももちろんこれ公平知ってますよ、ここ使うっていうのはね。で、それでもまあやめた方がいいんじゃないのということは一切言わないということでですね、それよりもまあ空手道場主催の方のこれしのぎですからね、試合するのは皆さんタダで出場してるんですか、違いますよね。で、非常に安価な金で出場してるわけでもないですよね、何もか知りませんけども。ほんならその金って税金どうなってんのかな、よう分からんけど、それはそこの団体だけが、そこの道場主だけが脱税をしているというのか、言わないのかという話もありますけども、基本的に工業なんかでほんまに税金ちゃんと払ってんのかというのはクエスチョンですわね。で、そのまあ言うたら税金払ってたとしても儲かってるから税金払うんであって、道場主のしのぎですよ。そのしのぎの方が子どもらとか市内に感染者が増えるよりも大事やということを公平が決断してるということですよ。ほんでもちろんよその他府県からも来られるようです。ほんでホテル取らなあかんからどうすんのというような問い合わせもこの体育館なんかには来てるようです。で、体育館の方でもですね、これ今わかるかな、扇風機回してますよね。で、窓がねそんなにないんですよ。基本的にこれ空調でやるような設備になってるということでしたのでね、まあ空いてはありますよ、こっち側もいっぱい空いてるからね、空いてるんだけど。で、前にも先週も空手の大会がありました。で、こっち側で下がアリーナで試合やる、こっち側観客席とできるだけこう行ったり来たりしないようにとか、試合自分の試合が終われば速やかに帰ってくださいよとか、あとさ、感染予防対策動線を分けるとかね、いろんなことを話をして主催者なんかにも指導をしてですね、やっておるということで、市としては緊急事態宣言で閉じるという決断を吉村府知事、これも医師の会ですね、ここがやらない限りはですね、もしくは公平がやらない限りは開けとかなあかんわけですね。ということは責任は心理責任があるわけじゃないんですよ、公平に責任があるんですよね。で、緊急事態宣言を2月の時点で止め止め止めと言うてですよ、緊急事態宣言をまだ医者なんかはまだ続けとけと言うたにもかかわらずやめさせた。で、2月3月になって解除しました。で、解除したら今度は、感染者が増えたからマンボウをやれということをまた全国に差し掛けて言うた。その後は緊急事態宣言をもう一回やれと言ったあのボクちゃんですよね。結局だから府知事としていかに無能かということをさらけ出してるんだけども、テレビ出てるだけでなんか大阪の人はやってるみたいに思うようですけども、もうむちゃくちゃですよ。全国で一番に言ったらテレビはそら撮りますよ、それは全国ニュースでもね。ほんなら僕ちゃんはテレビに出るためにはどうしたらいいか、それだけを考えてやってるんであって、感染者が増えるとかそういうことに対しては無関心なんでしょと。だから医療崩壊してるし、まさにこの医療崩壊をさせたのは維新府政、維新、大阪市政、維新堺市政ですよ。それをですね、みんなほんまによう考えとかんと、ようやってるっていうことを、あの都構想の時とかでもよう言うたんやけど、あれ都構想も言うときますけど、あれも、感染を拡大をした可能性はありますよ、あれね。だからそういうことをじゃんじゃがやってですよ、普通の任期が来ての選挙じゃないですからね、都構想の住民投票は。それをわざわざやってるわけですから、そんなこともきちんと確認をしていただきたいなということで、まあとりあえず、公平様のお力で感染が拡大する可能性のある大きな大会が25日にここで開かれるということで、ぜひとも長野様ご一同はですね、ここへ来られてですね、で、まあ、ここの職員の方々もですね、市の職員もその時に、まあ、事前にもちろん言うてるんですよ、事前打ち合わせもしてるけども、試合をやってる日曜日でもですね、ここもうちょっとこうして改善をしてくれというようなことを言うて、指導はしていただけるというふうにお話を伺いましたけども、それであってもなかなか手が回らんというかね、もともとあかんというか、
感染リスクがあるようなところにですね、上からふりかけみたいにこれちょっと味変えようかみたいなね、それをやったところでですね、元の根源を丸っぽ変えるわけではないのでね、リスクがなくなるわけではございませんけども、現場の職員だけが汗をかいてですね、で子どもらも感染リスクにさらしてですね、で公平はノーノーと三田町で鼻くそほじって、まあ、水戸黄門見てんのかなんか知りませんよ、そういう、優雅な一日を子ども4人と暮らすと、ね、妻もいてますよ、妻もいてるんだけども、優雅な休日を暮らすというようなことで、岸和田市民はほんまにええんかということをもう一回この映像で問うておきます。私25日別に来ませんからね、はい、25日に来た人がこんなにいっぱいになっとったで公平よう見とけというのを、まあ、取っていただければ特派員情報として私のページもお貸しをする場合がありますということだけをお伝えしておきます。